どうもなの、はるちゃんです。今日は新女神転生5を実況したいと思います。これは悪魔を召喚して戦う RPG ですね。主人公が下校中に前で、このトンネルのあたりで YouTuber か化け物を見たという噂があります。太宰一郎か。あいて、天井すっごい低いわ。奥は暗いです。こんなに低いトンネルあるのかな。すごい制服やね。1.5メートル。いよいよ奥までがっつり攻略しますね。これはなんかいそうな雰囲気が。ここで何をしてる？わっ、地震や。うわー、すごい声。わー、そして主人公が目覚めると、砂漠にいました。これが東京砂漠か。うわ、悪魔や。助けて。謎の光。目標を確認。少年、死にたくなければ手を取れ。じゃあ手を取ります。はい。そして合体して、じゃじゃーん、ロンゲになりました。すごい力や。これで戦えるようになるんやね。古き神の姿、ナホビノに戻ったか。ナホビノか。神に引き裂かれた知恵と生命を、何時らは協力し、未来をつかみ取らねばならぬ。光を目指すも闇を望むも自由だが、いずれ天と地を超えた地で愛が見える。ふむふむ。その日まで、その力を持って戦い抜く。そしてバトルや。少年、君は私の大地、体は私をベースにしている。指示を頼む。
アタック。2周目の強さ。あられちゃうみたいな走り。そしてついにオーディンと勝負や。バルハラを選手として迎えようぞ。ダマスカスクロウ。ネギドラや。残ない。お、弱点や。防御力下げまーす。敵のターンや。ミカイハー。開始。覚悟しろ。大ダメージ。さらに下げていく。あ、弱ってる。別の技使ってみよう。魔王かない。ジオダイン。アジャヤ。よーし。じゃあとどめはアギダインや。倒した。やった。最後は悪魔合体しまーす。毎回演奏するんよね。これは一体どうなっちゃうんだ。合体。ジャックフロストでした。今後ともよろしく。はい、というわけでこれで実況を終わりたいと思います。じゃあまったねー。